んにちは。私は篠藤空と申します。普段は広島市立大学の大学院で現代表現研究室に所属しています。よろしくお願いします。今回展示している骨格の作品はスカルプチャーというシリーズで、人間に対して何らかの危害を加えるような動物の骨格を針金で制作したものになります。普段はそれらの骨格を用いて何らかの場面を演じるような作品を制作しています。このラットキングという作品のタイトルは実在する自然現象から名前をもらっています。ラットキングというのはネズミの尻尾が絡まり合った状態で塊となって発見されるという現象で、おそらくそのネズミが持っている病気を媒介する性質であったりとか、そういった部分から不吉な象徴とされています。私はモデリングバルーンで制作したネズミを無理やり絡ませることでラットキングを再現したような形になります。形状としては非常にグロテスクな元ネタなんですけども、それをちょっとポップな感じで可愛く作ってみました。私は作品のモチーフに人間や動物の骨格や肉をよく用います。この作品は調理器具を用いて人間の骨格を制作したものです。制作の背景としましては、ネットニュースで見たんですけども、小学校で、いただきますということに対して、クレームを入れる保護者がいたというニュースを見まして、その命を捧げてくれている動物のに対しての感謝であったりとか、そういったことを考えながら、作品を制作しました。私は今現代アートとエンターテインメントの境界線やその融合の可能性について考えながら制作を行っています。これまで現代アートとエンターテインメントはあんまり相入れることのない分野だったんですけども、私はそこに何らかのシンパシーを感じて、なんかつなげられないかなというふうに思いながら作品を作っています。そのために今使ったことがない新しい素材であったり手法であったり積極的に挑戦していて、今は音楽とかにすごく可能性を感じています。音楽 の、 そのジャンルとしてはやっぱり J-POP、 いろんな方々が聴いて楽しめるメジャーなような音楽にちょっと、自分で作るとかいろいろ今試行錯誤していて、それをこう例えばこの、スカルプチャーシリーズと組み合わせてみたりとか、自分の作品の中に取り込んでいけるように今、四苦八苦しております。私が作品を展示するときによく考えているのは、ただ置くだけにならないようにすることで、絵画をただ壁にかける、彫刻をただ展示台に置くといったようなことは絶対にしたくなくて、その場のこう構造であったり雰囲気とかを生かしてみたり、とにかく作品が一番面白く見えるのはどういった展示方法なのかなということは模索しながら展示を行っています。私の作品は、見た目としては非常に分かりやすいので、一別して去っていくような方も多いんですけども、やはり現代アートっていうのはそのパッと見ただけじゃなくて、その奥に何かがあったりすることがとても多いので、一度立ち止まってこう自分の中で解釈というか咀嚼というか、そういった行為を楽しんでいただけたらなというふうに思っています。私は作品を作るときにまずダイソーとかホームセンターとかに行きます。作品の形を決めて素材を選ぶというよりかは、その素材に魅力を感じて作品を作るというようなことが多くて、この素材でこれをしたら面白そうだなみたいな、そういったところから作品を作るのが習慣になっています。なので使ってる素材も基本的には誰でも買えるような安いものが多くて、見た目としてもちょっとチープでこう親しみやすい形になるのかなというふうに思っています。この作品を作る以前に一度風船を用いてちょっと肉みたいな表現をしたことがあって、その時のちょっとグロテスクなでかつポップな感じがちょっと印象に残ってて、で今回はその風船を、バルーンアートの形に加工して使ってみました。小学校とかの時はやっぱりその
絵を描く以外の美術表現を知らないので、あの絵を描いてるんですけど、なんか高校生とかからその自分あんま絵上手くないなと思って、なのでうまく描けないと楽しくないなっていう風になって、それからまあ立体作品をまあ作るようになってるんですけど、まあ、そのちゃんと作品としてまあ立体を作り始めたのは、まあ、本当最近、まあ、大学2年生とかに入ってからです。基本的に僕もあんまりアート詳しいわけではないというか、あのポップカルチャーの文脈で生きているような人間なので、作るものもどっちかというとそっちに寄ってたりして、まあ、それが、まあ、あんまりアートを知らない方でも、まあ、ちょっと楽しかったり目を引くような造形作品の部分につながっているんじゃないかなというふうには思ったりはしています。完成図はもう頭の中にあって、まあ、それに近づけていくような、あんまりそれが途中で変わることもないです、ね、だからなんだろう、ちょっとこういう言い方するとあれなんですけど、まあ、自分のこのかっこいいと思ったもの、まあ、センスで言いますか、ものを作っている感じはあります、まあ、やっぱり普段あんまり現代アートを見たりすることがない人たちにとって、まあ、現代アートに限らずアートってすごく難しいものであったり敷居が高いものであったりっていうふうには、感じられてるとは思うんですけども、まあ、決してそんなことなくて、僕も全く素人の状態からなんかこんなバカバカしいものがアートになるなんてすごいなとか、ちょっとバカにしたような感じで入ったようなものなので、まあ、その裏にあるすごく複雑なこととかは一旦気にせずに、こう作品の外見であったりとかそういったところをちょっと面白がるような形でも作品を鑑賞してみていただきたいです。